ぱサイモンさんがなんかなんだっけ日本語を学ぶときになんか使用書で日本語、うん、設計書、はい、でも日本語学んだってその具体的にそのどんな感じなんですか。あのはい、あの最初の仕事日本もう新卒として日本あの、まあ、IT コンサルティング入ってあの SAP もうあの販売管理業務の、まあ、そういうシステムカスタマイズとあの ABAP のアドオン作成の中では Excel で、これ海外では何でも Word で作るのに日本来てなぜか文章全部 Excel で作って、わかるわかる Excel で、ね、私、ね、社員として来て Excel 表計算ソフトですから、はい、でも、はい、Excel の素晴らしさも分かって、でその仕事以来20年間あの西洋人に対して Excel の素晴らしさを伝えようとして誰も配慮してくれない、まあ、オフィスとか調整できたり家もできたり、あのでもまあそこで、まあ、あの本当に日本語も少ないところから、しかも正直テクニカルなわけ分からない話から、でも日常的な会話が全てそのシステム構築だったんで、まあ、先にあの上達した日本語は設計周り の日本語だったので、例えばどんなこと、まあ、今言って20年前の話だけど、でも本当にあのまあそういうプログラムの流れですね、なんかデータベース の、まあ今単語がね、もうあのコンサル IT コンサル単語とかあの SAP 周りの単語でも、そういうあの省略単語もなんか連続してでそう設計書の単語も連続してとか、そういうまあどんどんそれ慣れてきて、そういう会話できて、もうランチ頼むことつらいぐらいなのに設計書のずるずるなんか言えるようになったんですね。あのまあ、それがさっき言ったことが面白くて、でも本当にそうですね、繰り返しそれドラフティングさせられて、そこの日本語だけが最初上手になって、はい、面白かったです、はい、ありがとうございます。アクセルも聞きたい日本語勉強ストーリー、はい、アニメ、あのまあもあるし、あの正直言うと真面目に勉強しやめたのもちょい最近、本当にそのなんか永住権取るために、その永住権、うん、永住権、永住権なんか手に入るために、その日本語の能力試験があればまあ不登校に入りやすいということで、最近真面目に勉強し始めて、やっぱ漢字難しいなって最近思い始めた。敬語頑張る、敬語は全然できない、そうね、うん、で、でもなんかフランスの時にまあ言った通り、そのアニメとかドラマとかゲームとかなんかそのもうどこでも同時に発売されちゃうけど、でも昔はね、あの日本は一番早かったじゃないですか、だからまあそれなんかそのゲームやりたい、だからまあ日本語版やるとかよくやったんですよね。だからその時にもう僕は日本語は一切勉強してなかった、まあちゃんとしてる勉強ですね、だからもう本当に日常で友達とか、はい、はい、で日本に来て同じく、あの最初はいや、あのなんて言うんだろう、日本語できないと死ぬって本当に思って、その時からもう本当に頑張ってテレビとか見ながら、その好きな曲の歌詞とか見ながら友達作りながらとか。素晴らしい、はい、この中でゲーム業界の人いますか。あ、ちょっといた、一人だけ、二人、ありがとうございます。そのさっきのアクセルの話が超良くて、そう、今は知らないけど、少なくとも昔は本当に日本が一番、ドラクエもそうだし、ポケモンもそう、あ、特にポケモン超の、うんうん、だから真っ先に最新作をやるには日本語、日本版でいいから、ね、私もハリーポッター続きは気になって、もう日本語訳出るのが待てなくて原書読んで、それでめっちゃ英語勉強したんですけど、まあ似てるなって思いました。はい、ロシルさんも日本語勉強ストーリー聞きたい。そうですね、まあ、20代の時には日本の銀行の本社で働きましたけれども、それまでにはちょっと金融業界で働いてなかったし、まあ、日本でも働いてなかった、最初に日本のに住むってことだったので、知らない単語ばっかりだったんですね。ですから毎回新しい単語を、まあ、誰かから聞いたら、あるいは読みながら辞書に引いたりとか、そのための専用のノートがあって、その単語と漢字とひらがなと英語の定義をノートに書いたんですね。そしてその、まあ、ノートは何ページもなんかいっぱいになって、それに基づいて単語リンみたいなものを作って、手書きにして、電車に乗りながら、列に乗りながら見たりして、あの外人は何をしているだろうと思われてたと思いますけど、何回もその言葉に触れることによって覚えることができたんですね。ですから、そういったような単語を、まあ、手書きでも、あるいは最近アプリでフラッシュカードを作ったりすることも可能ですけど、まあ、自動的にそういったような、まあ、英語で言うとスペースレペティション、
まあ、あの言語学ではなんかあのそういった言葉を覚えるには何回も出会う必要がありますね。だからフラッシュカードが良い。そういったあの I know とかそういったようなフラッシュカードのアプリもありますけど、となんか単語とあの何回も触れるようにすることは非常に大事だと思います。ありがとうございます。そうだ、ちょっとリマインダーなんですけど、漫画でわかる外国人働き方ハッシュタグ、皆さん特にこの QA はスライドがないから皆さんのツイートだけが記録になるっていうか、どんな話をしたかな。あ、そうですね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ質問、あ、関さんが勝手に選んでくれます。選ぶ、いやいや、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あの先ほどもあったあの話に出たんですけども、私もこうあの外人の方が喋っている時にこうカットインして質問とかそういう意味わからないっていうのはなかなか難しいんですけども、実際にどういうふうにカットインするのかってちょっとあの実演していただきたいなと思って、彦左衛門さん、アレックさんが喋っている時にはミシェルさんがこうどうやって入り込んだらいいかっていうのをちょっとデモお願いします。デモ、いいアイデアですね。はい、デモ、僕も教えてもらいたい。はい、 OK。 超楽しい。話してください、何か熱心に話してください。え、英語、英語、フランス語は私は苦手。はいはい。Okay. Yep. So you prepared for this event tonight, right? I mean, did you get all your content ready before the thing? Oh yeah, but just like I barely made it. Yeah, I know. Like, I was I got we got wasted yesterday, so yeah. Oh yeah. Always. Yeah. Every night. Every night. I mean, I was totally just going this morning, like 1 hour hey, before. Hey, can I interrupt making... for a second here? I have something I need to tell you guys. What? やだ。I like it all. 今のヘイ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 みたいな形で入り込んだ、はい、そういうやり方があります。はい、そうですね、はい、もう遮って、もうヘイヘイヘイ言いたいことあります。はっきりはっきりでいいと思いますよ。はい、うん、本当にヘイヘイがいいんですね。ヘイヘイ言いましたか、わかりました。バリエーション、他エコ超楽しいから他でも見たい。 OK、 じゃあもう一度もう一度バリエーション actually とか、はい、何か別のこと話してみてください。So how did you come up with your topics for today?I didn't actually. So yeah, so, yeah, I don't know what to do. I like it. That's a good strategy. I wish I should have tried. Yeah. I was just thinking about it as I was coming. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and you know what? You know what I did? This is what I did. You don't need. Okay. So you need. Okay. Okay. So you need. Okay. 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 Okay.感じはやったりします。でも日本語でもね、普通に会社とかでもいや仲間入れてとか、その普通にえこれもう一回あの もう一回言ってとか、普通に適当に言ったらみんな大体合わせてくれるんでしょ。そうですね、そんな感じ。そのいや私自身その 空気が読めない人なので、なんかこうどういうところ なんだろう、普通にやっちゃってるか分かんない。はい、カットインでありがとうございます。次、はい、今まで日本の IT エンジニア編ということで、日本語、日本の方と話をしてこう認識違うなっていうようなところ、こういうところがあったみたいなところって何か結構あるんじゃないかなっていうところを教えていただければなと。なんかここが食い違って何かおかしいなって後々よく聞いてみたら違うことを話したみたいなのって何かありますか。レディファースト。じゃあ私から具体的に、いやじゃなくてあのロシェルさんどうぞって。ああそうそうそう、ではいはい、ちょっとなんかすぐに出てこないのでどうぞ。私その認識っていうのがなんかこれその私の主観かもしれない、まあ、主観だと思うんですけど、あの フィードバックを教えてくれって本社から言われた時に、やっぱ日本組でやると悪いこと言ったら良くないよねとか思って悪いこと言わなかったりするんですよ。なんかこういうクレーム、あ悪い言わなかったりするって、 もちろん伝えるけど、なんか、まあ、伝えるけどなんかこうけ なんだろう、まあ、向こうとしてはこう本当により、良くしたいから、より良くしたいから、こう素のままのお客さんの素のままのここがこれで本当クソだから結局使わなかったみたいな、もう素のままやって、それでプロダクトを良くしていこうって素直なやつだけど、やっぱりこうなんかそういうこと言うと傷ついちゃうんじゃないかとか、オブラートにくるんじゃうっていうことですかね。そうオブラートにします。
で、オブラートにした結果、向こうに言うと、あ、じゃあそんなプライオリティ高くなくていいねみたいなことになっちゃったじゃん。あ、もうやってないよ。私最初やってたけど、そうなることが分かって、もうやってないです。はい。あ、そういうことが。あ、以降思い出した。うん、最初に日本に来た時に、初めてはね、確認しますと言われた時に、あ、確認してくれて、で、まあ、改めてその連絡してくれるんですよねって。でもまあ、確認しますでは二度とそういう話はしないということですよね、多分日本に。ああ、それね、うん、確かに言われてみればそうね。私分かんないけど、確かにそうなんですか。皆さん確認します、検討します、検討、あ、これもある、うん、前処します、前処します、お断りらしい。どう思いますか。うん、なんかもう自衛もどんどん頭の中浮かび上がってきたんだけど、2つのシナリオ、一つはすごいトラブってるプロジェクトに外国からすごい専門性高い人日本に来たら、でも日本語わからないから感情だけ読めるんですね。日本語わからないから部屋に入ってお客様がお騒ぎしてると、でもう長引いてる問題があって、根回しもいろいろあって、何が本当の問題、何が本当の問題じゃないかって現場の人分かってるけど、で全部伝わるのめんどくさい。いきなりこの人入ってきて何でもお客様感情的になってる、正直どうでもいいことでも、でももう全部こう感情的になってるから全部危機だと思って、そこの認識の違いから僕はサポートしたことあります。僕その現場にいて、じゃあその人に状況をどんどん説明するように、そういうところが で正直日本のチームは全部もう1年間根回しついたような、もう微妙ななんかバランスになったような問題が、逆にこの人入ってきて、わあ全部うまくやり直さなくちゃいけないのをみんな恐れて、コミュニケーションを逆に意図としてしてなかったところもあって、まあそれ結局、まあ、僕も中訳して、で結局本当の状況を理解させたら、おかしな、これまた SAP のアドオンの話で、まあ、どんどんメインフレームのエミュレーション化されて、もう ERP の意味がなくしてて、でその中例えばもう Windows さえなんかこれあったらみんな混乱しますから覗いてくださいみたいな、わけわかんない注文が来てたんですよ。しかもこれ彼女テーブル叩きながら言ってたんですよ。だからもうこれがどんどんそういう課題の本音分かってたらあったけど、でもそういうところですね、なんかよくそういうまずあって感情だけ読んでて、でそういう感情の意味が、あとエスカレーションですね。エスカレーションがたくさん海外から CG が来て、でそういう申請のアプローブの時、正直チームが前職ではそういうエスカレーションを耐えることだけだと思って、もう沈黙してそういう偉い人英語で長く喋らせたら最後承認してくれるから、1回30分で前トラブルがあったプロジェクトにその上司が30分ぐらい知事というか、これ絶対信用しない、絶対これ調べろ、絶対これであったら、最後はそのプロジェクトマネージャー僕に向けて Good, bad って聞いて30分何も理解してなかった。まあこういう傾向やっぱりどうしてもありますね。はいはい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい。あ、すでに。あ、すいません。リモート会議ですかねについてのちょっと悩みについて質問させてください。で、そもそも英語での会議はそんなに得意じゃないんですけど、特にその電話とか、さっき言ったビデオ会議とかになるとなんか。さらにこううまくいかなくなっちゃうんですね。でそれはそのサウンドクオリティの問題なのか顔が見えないのか、うん、それともそのレイテンシーというかこう、うん、ある時間差があるのかちょっとわからないんですけども、でちょっと今回はそのリスニングスキルの話題じゃないんでそういうことじゃないかもしれないんですけども、なんかこういうことに気をつければ例えばうまくいくよとかこんな失敗があったとかなんかまあちょっとそれに関連することでちょっと教えていただけないでしょうか。そうですね、まあ、正直に言うと私もそういったような会議はすごく好きじゃないで、確かに聞こえにくい、相手の顔を見ないと分かりにくいので私もあまり好きじゃないんですね。なんか一層の集中が必要となるんですね。でありながらそういったものだったらついにメール見ちゃうとかということですので、そういう誘惑に負けないようにすごく頑張ってますけど。あ、でも逆にリモートの会議だったら本社はやっぱアメリカなんでよくあって、まあ、実際もあっても本当にひどいんだけど、でもなんかみんなその大変な状況って分かってるからこそ、逆に例えば話の途中でちょっと喋らさせてくださいとかそういうのはなるべくなし、
あの本当の会議と違ってやっぱり今中な、そうすると聞こえなくなるので、もう本当にまあ言いたいことはもう本当に最後まで言って、で本当に聞いてる時にもあのもう静かに聞くのは大事かと思いますね。あ、じゃあちょっとその会議、普段の会議とは違うような、あ、それはね、まあ全てちょっと面倒くさくなりますよね、やっぱりリモートだと。一つの提案がありますけれども、その会議のためにもし WebEx とか Skype とかクラウド上のものを使っているのであれば、あの一人あのよく英語を話せる人、あるいはあの先方側の人にも依頼して、誰かがあのちょっとチャットのウィンドウがあるでしょ、チャットでリアルタイムの議事録を書いてもらう。これマイクロソフトのあるあったじゃないですか、その Teams かな、わからんけど、なんかそれは YouTube で見たことある。はい、そう、うん、あの自動的に出てくる、うん、そう、Teams に書き起こしで出てきます。あ、Teams ってのあるんですよ、 Skype for Business の次のバージョンのやつが Microsoft Teams ってが出てきます。あの自動で議事録が出てくる機能のデモが公開されてたりするんですけど、まあでもそれやってなくてもやっぱなんかあのそう、さっき言おうと思ったのがやっぱ英語が聞き取れなくてやばい時にチャット何タイプしてくれませんかって言います。タイプいいと思う。そう、タイプしてくれませんかって言って、大体 IM 欄にタイプしてくれます、うん、で、まあ、あと、まあ、これは別に Tips でも何でもないんですけど、なんかやっぱ時差がつらいですね、向こうだから。私あのよく朝8時から会議があるんですけど、朝8時って向こうの17時だったり、あ、アメリカのあの左海岸北南西海岸そう、まあ、17時でこっち8時みたいな、やっぱ時差が辛いので、もうそこは頑張るしかないとか、そんな感じ。うん、そうですね。もう最近ちょっと2つ、これも悩んでます。回答、いい回答はないけど2つやってます。1つはあの僕の職場ではあの電話会議の時は PC を閉じることはルールが1つ。あ、うちも言われてます。いいですね。あともう1つですね。あ、大丈夫だよあのもう1つはあのそのちょっとつい最近は人がいっぱいいる部屋は、うん、あのこれは顔ははっきり見えないし、音はどこから来てるのかわからないし、あとなんとなく溶け込んでその中でメールとかしたりする、それもあるから、ちょっと最近これがあのリモート研修としてみんな参加できるように、これちょっと意思として逆に一人一人 PC の、 あの逆にカメラ使って、あのみんな一人一人なんかそういうマスチャット、うん、同じ部屋にいてもあの個別でジョインすること、一つ20人の部屋じゃなくてあのまあ、ペアしても、ちょっとそれ今これも工夫して取り組んでいい回答はないけど、ちょっとこれ試してる、そういう課題をすごい認識してます、はい、今なんかその大部屋でこう 2,3 人集まってすごい遠いレンジのカメラからやってたりとかで、やっぱりついついその内職手を、他のことしちゃったりとかするんで、わかりました、ありがとうございます。それであの会議でもいいですが、1分だけ、マイクロソフトではそのやっぱ会議です、発言しない人がいると次から呼ばれなかったりするんですね。それはいじめてるわけじゃなくて、なんかつまりこの会議あなたにはあの何必要なかったってことで、あなたの時間をお返ししますってことなんですよ。だから他のことをやることについてその人はパフォーマンスを出せるわけなので、ここの会議に次から来なくてもいいということが、あ、いいって言ってますね、はい、あの日本の文化ではあの1時間の会議設定したらその時間活用すること、みんななんとなく60分ちょうどなるように合わせるんですね。あのアメリカの会社、僕も今欧米の会社なんだけど、時間返すっていうあの考え方あるんですね。あの必要以上に時間かけないで10分だけ必要だったら時間返して、その50分他の仕事できるように。僕はあの自分の価値観これをすごい合ってて、その無理に1時間会議の待つことは僕は正直嫌いけど、よくある文化ですね。そうですね、本当になんか 20分くらいあの早く終わっても、じゃ あの時間、お時間返しますねって感じ。はい、じゃあ次の人質問、はい、じゃあマイクお願いします。あ、これは多分アクセルさんに聞いた方がいいのかなと思ってるんですけど、はい、日本語をすごいこう勉強されているって聞いたんですけど、結構日本語って、まあ、ロスエさんがちょっと書いたんですけど、結構婉曲的な言い回しすごい難しいなっていうのはありますよね。その辺ってどうなの、こう学ぶ上ですごい気にしてるとかって何かあったりとかします？こう日本語を学ぶ上で何かこう気をつけてるっていうのか。気をつけてる、いや何か、うん、ごめん、特にあのまあ、なんか本当に申し訳ないけども、それは本当に毎日頑張るだけで、なんかあのもちろんよく何て言うんだろう、うん、
ごめん、特に何もすみません。あの、はい。じゃあラストかな、ラスト、はい。ありがとうございます。あの時差のお話が出たんですけど、例えば日本と、まあ、アメリカとかヨーロッパとかで共同で開発かなんかあのしているとして、ちょっと時差があると、例えば、まあ、日本で何か作業があって指示があった時も、その向こうに伝わるのは次のその、まあ、現地の方の朝とかになってしまって、タイムラグが発生すると思うんですけど、この問題をうまく埋めていくこうポイントみたいなものってありますか？それは、まあ家にいる時になるべく仕事なしに、まあ、なルールは、まあ、個人、まあ、自分で勝手に作ったけど、やっぱりその本社とやり取りするときに、まあ、それは例外ということで、まあ、夜の1時とか2時メールしなきゃいけなかったら、待つとやっぱ次の日になっちゃうんで、そのときに仕事します。僕ももう一つ同じ悩みがあって、まあ、海外相談しなくちゃいけないことはもう避けられないんだけど、ただし自分でイラッとするのは、じゃ例えばこういう問題あるときにはまずここ相談しててこの人教えますと言うと2日間になります。で僕はいや最初からそういう宛先のリスト情報くれとかってそれはいやいや全部この人丸打ちしてくださいって言われたら正直切れましたそこにいたらすぐ教えてくれるのに、こっち2日間待たせるのかふざけんなとか言って言いましたで教えてもらいましたリスト共有されました。ちょっとそういう正直時間を配慮してない、タイムゾーンの感覚が概念がわからない人相手がいて、正直強く伝わるんですよ。それ当たるとね、そういうところは遠慮する必要ないと思う。で、そういうタイムラグは1日とかよくしょうがないんだけど、でも逆に2日3日とかってなって、で意味のないやり取りだったら、それちょっと抑え切るようなことは、まあ、それ主張すべきだと思います。往復の回数を減らすようなできるだけ体制にしていく。でちょっとそれも正直例えば朝そういうオーバーラップの時間だったらメールじゃなくて、それはここから電話をして、でそう電話出ない人って正直僕もそれ突っ込みますよ。メールだと2日間になるんで10分間 のボイスチャットさせてくれとかって、まあこっち側からも日本人よくメール依存して会話したがらないけど、もうそうすると本当2日間ロスになりますよ。重なってる時間でもうスカイプとかピングしてちょっといいですかとか、全然2日間タイムセービングもできますから、それちょっとこっちからの行動録音も役立つと思います、ね。うん、ありがとうございます。そうタイムラグの話じゃなくて時差で思い出したんだけど、うちの会社ではその大事なやつってオールハンズって言って、なんだろう、みんな出席するなんか会議、でかい会議みたいなのがあるとか、部署のみんなとか、まあ、世界中に私の部署いるので、本当にインドでも、まあ、ヨーロッパでもアメリカでも日本でもチャイナでもどこでもいるんだけど、そこはやっぱ例えばこうアメリカの時間で都合のいいやつだと、うちではこう午前2時とかになったりしてダメだから、2回同じやつがオプション1オプション2で必ずあります。はい、だからどっちか全く同じ内容をやるから、どっちかに出席してねっていう風に大事な会議は必ずのがうちの会社はあります。はい、そんだけ。はい、じゃあ8時半になったのでちょっと次に行きまして、ちなみにこの前回の Q&A ではこんな話をしましたって、壁を越えたきっかけは何ですかっていうので、私英語全然まだだけどでも壁は1個越えたと思ったのが失敗を恐れなくなったって、これ多分もうみんなねすごいなんかうんうんって感じだと思うんだけど、やっぱり日本人は失敗するのを恐れる人が結構多い。特にさ、ほらみんな英語なんて受験科目だったじゃないですか。間違えたことやると罰になって減点なんですよ。だから英語受験科目みたいな感じでお勉強だったりした、特に変な英語を話すの怖いんですよ。どうもアクセル。あ、そうですね。まあそれでだから失敗を、はい、リアクションがちょっと薄かったね、うん。はい、でそう、まあ失敗を恐れなくなったって、さっきの何、私の上司が、まあ、たった一人アメリカ人だったんで、まあ、めっちゃ寂しいとか言ってて、でだから仕方されるよりはなんかブロークンイングリッシュで突撃される方が全然いいみたいなこと言ってて、ああそうなんだ、じゃあ行く行くって突撃し始めたのが一個こうお勉強英語からコミュニケーション英語に変わったのがありました。まだまだだけどね、でもそれで変わりましたっていうのがあって、
日本に来て一番驚いたことはっていうのが、まあ、前回は電車内で寝てる人がいたっていう、なんかどんだけ治安いいのみたいな、どう思いますか3人は。一番日本に来て僕は今でもびっくりするけど、なんていうのスタバでなんかいつも満席じゃないですかスタバって。で結局まあ並んで、で席が空いたらなんか普通に小物とか手袋とか、まあ、スタバに財布とかまであの席を予約する。あのスマホを置いてる人いるよね。そうこれってもうフランスやったらもう盗んでくださいっていう意味なんですよ。フランスやばいね。わかりますって。さっきあの電車で言いましたけど、僕は会議の中で寝てる人いて信じられなかったんですよ。会議で寝てる人、会議で寝てる人 あんだけいて、あの、まあ、みんなが頑張ってるからいて、それもなんかいいみたいな。あの僕は正直今でも好きじゃないですね。それはうちの会社で見たことないけど、でもいるらしいですね。なんか おじさんがこうやって、よくアメリカ人から聞かれます。なんで日本人は会議の中で睡眠してますかとか、よく出てくる質問ですね。あ、そうなんです、よく出るんだ。じゃあ次が日本語英語の勉強法は、まあ、前回も 出たわけですね。まあ、私は、まあまあ、きっかけハリーポッターだけど、今はゲームとかアニメを英語で見てもうなんかやってて、例えば、まあ、モンハンだとクエストの内容とかも全部英語になるから、もう読まないと何を指令されてるのか分かんないんですよ。そういう究極な条件に身を置くみたいな、極限状態だっていうので、それで、まあ、ロシアフラッシュカードって、要するになんかめくる単語カードのことかなでやったって言って、まあ2人も、あのすごいいつも友達におすすめしてるのは、その、まあ、英語だけだけど、まあ、日本でもそうだけど、あのネットフリックスはね、まあ、そのアメリカのドラマでも、あの字幕は、ね、英語の設定ありますよ。だから、聞き取れないことは読める。でその、まあ、読めるけどなんかアクション分からないことは、まあ、なんか何回もなんかちゃんと聞けるんで、あのネットフリックスはすごくいいと思います。私英文からだったんですけど、友達がめっちゃあの言ってきたのがフレンズあるじゃないですか、海外ドラマの、うん、フレンズがちょうどあのネットフリックスだとこう何字幕がそのまんまなんですよ。たまに喋ってる内容と字幕が違うことあるじゃないですか。でもネットフリックスはそのままで、だから私やったけど私はダメだった。なぜならあのねフレーズって、ね、見たことある中ですっごいリア充してて、なんか見てるとクソイライラしてくるのよ。誰と誰が付き合ったとかマジ興味ない。だから自分の好きなやつ、例えば私のおすすめはバイオレット・エヴァーガーデンっていう京アニ原画のアニメがあるんですけど、これ最近、うん、窓川さんにおすすめされて見始めた、面白い。さすが京アニ、バイオレット、さすが京アニ。そうバイオレット・エヴァーガーデンは、まあ、確かに、ね、喋ってるのと字幕ちょっと違うけど、でもすごくいいし、あのたなんか言い回しも上品だからおすすめです。はい、あとは、あ、まあちょっとここにも書いたけど、恥ずかしがらずカタカナ英語でもとにかく積極的に Practice makes perfect です。はい、じゃあ次、こんなこれですね。あ、そう、これあのいや本当にひどいんだけど、まあ、毎回言ってる、ひどいって言ってるめね、まあ、私ね分かる、これ話し出す前からなんかロシさん泣き始めてて、今日はまたその話聞くかと思う。いや相当やばい話。あのね、まあ、私のレポートをチェックしてほしい。 I want you to check my report。 want と人という何々で人に何々してほしいってこう習ったと思うんですけど、 I want you to check my report っていう話、いざ話しかけたら頭真っ白になって、 I want you ってずっと言ってたんですよ。あ、ちなみに上司は40、50歳くらいのアメリカ人の男性で、はぁみたいな顔してて、で、マジあっけに、あ、でも違う、今やんないから、マジそんな目に見ないで。で、まあ、最悪のところまでしか高が出てこなくて、私はね、これ真顔で繰り返して、私超真面目だから、I want you, なんだっけなって、こう最悪のところまでしか出てこなくて、当時ドン引きされたわけですよ。まあそういうことがあった。でもね、こんなレベルでも突撃してなんとかね、ちょっと前でね喋れるようになったんですよ。いや、恥ずかしいこといいですよ。あの忘れないから。そう思う。失敗大事。これ最初はこれあのね最初全然自覚なくて、でそれで席戻った時に、ま、周りの日本人の人たちが大丈夫だったみたいな感じで、それでようやく私やばいこと言ってたんだみたいに。思って、当時はすごい恥ずかしかったけど、でも今こう笑い話になってるから、私こんなやばいこと言ってるから大丈夫、皆さんがこれからやる失敗はそんなに恥ずかしくない。それほどの失敗をするはずはないですね。そうそう、これ上司にやってるからね、大丈夫大丈夫。はい、
ということで親切な上司だったんですね。そう、あ、そう、その後ね、ちょっとちゃんとね、あの直してくれたんですよ。 Repeat after me とか言って、こうなんかこう正しい文をこう言って、それ言ってくれたら僕はレポート見てあげるよ君のみたいに言って、あ、なんで突然英語レッスン始まったんだろうな、親切だなとか思って、ちゃんとリピートして、はい、じゃあ見てあげるよって言われてっていうのがあったんですよ。それも面白い、あの調子の反応、